三尾さんの言う通りだわ。ねえ、みっちゃんが言うんなら仕方ねえか、うん、な。ほこりも我慢できないが、早くバッジを。あ、僕ちょいと。はあ、あ、あ、なんだあいつ。バッジをしゃぶるくせね。だからあの時もスーハースーハーしてたのね。いい、スーハー、スーハー。ええ、わかってるわ。ブービーに聞いたなんて一号には言わないわ。教室の中があまりにも埃っぽかったんで、新鮮な空気吸いに出てきたんだよ。三尾くんの時にパーマンバッジをしゃぶってるところ人に見られたら大変だわ。